飲み込まれてたまるか。
ジョーちゃんを頼んだからな。坊やもやめろ。 すみません、先輩、頼みます。坊よ、アークスの戦術リンクも試すぞ。 行きますか。 大丈夫だ。 修羅場は半年前に卒業してるっつうのに。<笑>助かりました。でも先輩、アークスが使えたんですね。おう、お前ら7組のための試験導入に参加してな。トアやジョルジュ、ゼリカたちとはその時からの付き合いってわけだ。
そうだったんですか。兄様。エルゼ。大丈夫か？どこか痛むところはないか？ええ、地響きに足を取られて転んでしまっただけで、それに兄様が守ってくれましたから、あの日みたいに。ううん、あの人は違う形で。エリゼ。ああ、なんとか乗り越えられたよ。よかった。あ、どうやら揃ってご到着のようだな。暗黒時代の魔道の産物のようだが、どうやら尋常ならざる事態が起きたようだな。うん、激闘の後みたい。みんな、サラ教官も。やれやれだ。妹さんも含めてみんな無事みたいだね。ああ、聞いていた以上の美少女っぷりじゃないか。その扉と甲冑はちょっと調べてみたいな。たく、マイペースな奴らだぜ。サーラー教官も駆けつけるのが遅いっつーの。ごめんごめん、でもなんとかなったみたいね。どうやらその巨大な扉からデカ物が現れたみたいだけど。はい、私ちょうど見ていて。俺たちの話と合わせて詳しく報告させてもらいます。
セドリック皇太子殿下がヘイムダル大聖堂の式典に参加され、なんと姉君のアルフィン公女殿下は帝都庁主催の園遊会に参加されるとか。帝国の至宝とも謳われるお二方、私も一度その目で拝見したいのですが、あいにくその日は用事が入ってしまって。でも下師匠の気になるレースだけは抑えておきたいななんて思っています。あ、未成年や学生さんは馬券の購入は禁止されてますから注意してくださいね。さて話は変わりますが、お隣クロスベル自治州で巨大なビルが建設中なのはご存知でしょうか。なんでもルーレ市にある RF ビルより高い大陸初の超高層ビルディングだとか。実はもう完成直前で、来月末にある国際会議でお披露目がされるみたいですね。お便りでも気になる人が多そうだったので、当番組でも取り上げていくつもりです。